イジー・ノバクは、チェコ・ズリーン出身の男子プロテニス選手。フォアハンドストロークを最大の武器にするベースラインプレイヤーである。自己最高ランキングは、シングルス5位、ダブルス6位。ATP ツアーでシングルス7勝、ダブルス18勝を挙げた。身長190センチメートル、体重86キログラムの長身選手。右利き。 バックハンドストロークは両手打ち。6歳からテニスを始め、1993年にプロ入り。1996年1月のハイネケンオープンでツアー初優勝。2002年全豪オープンで4大大会の自己、最高成績を出し、初のベスト4に進出した。この時は優勝したトーマス・ヨハンソンに6から7、6から0、6から4、3から6。 4から6のフルセットで敗れ、決勝進出を逃している。この年にローママスターズと、カナダマスターズでベスト4、マドリードマスターズで準優勝し、世界ランキングを自己最高の5位に上げ、世界ランキング上位8名しか、出場資格を得られない男子プロテニスツアー、最終戦テニスマスターズカップにも出場した。当時世界ランキング2位のアンドレアガシに7から5、6から1で勝利したが、 当時6位のロジャー・フェデラーとフアン・カルロス・フェレーロに敗れ1勝2敗で敗退した。2004年10月のジャパンオープンテニス選手権、準決勝では、レイトン・ヒューイットを6から4、4から6、6から2で破り、決勝では、ビッグサーバーのテイラー・デントに5から7、6から1、6から3で逆転勝ちし、大会初優勝となるシングルス6勝目を挙げた。 10月のスイスインドア大会の決勝で、ダビドナルバンディアンを57、63、64、16、62で破り、ツアー7勝目を挙げたのが、最後のシングルス優勝になり、2007年7月のコシツでのチャレンジャー大会を最後に、32歳で現役を引退した。ダブルスでのノバクは、2001年ウィンブルドン選手権と2002年、全米オープンで2度の4大大,大会男子ダブルス。 準優勝がある。2000年から2001年にかけては、ダビド・リクルトペアを組んで、多くの好成績を出していたが、2002年、全米オープンでは、ラデク・スティパネクと組んだ。ノバクは1996年アトランタ五輪、2000年、シドニー五輪、2004年アテネ五輪の3大会、連続で、オリンピックチェコ代表選手として出場している。W イコール優勝。 F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF。 B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。2005年全米2回戦の不先輩は通算成績に含まない。ありがとうございます。